コンラット東京は、東京都港区東新橋、東京塩止めビルディング内に所在する高級ホテルで、ヒルトングループの最高級ブランドである、コンラットホテルの一つ。東京塩止めビルディングの28階から37階に入居し、婚礼、宴会施設が入る別棟も設けられている。モリトラスト株式会社が100%出資する、MT& ヒルトンホテル株式会社により運営されている。計画当初はセントレジス東京という名でスターウッドホテルリゾートのセントレジスブランドの日本初のホテルとして開業する予定だったがアメリカの会計基準の変更により断念され変わってヒルトン系のコンラットブランドの日本最初のホテルとなった。ミシュランガイド東京日本語版において 快適さによる評価では最高ランクのレッドパビリオンに5つを7年連続獲得している。ロビーレストラン風花から望むハマリ急音詩庭園モダン、ラグジュアリーと日本らしさである和のデザインの組み合わせ。キーデザインアイコンが門と墨絵である。ハマリ急音詩庭園の前に位置し、庭園を望む景色は絶景である。 スタンダードで48平方メートル、天井高3メートルと広い造りである。30階以上に位置する客室のうち、36階と37階はエグゼクティブフロアとなっている。宴会場は、ホテル棟とは別棟に位置しており、宿泊、レストラン利用客と動線を分ける造りになっている。そのため、貸し切り感が強い雰囲気がある。なお、会議室は、 ホテル棟と同じ28階にあるメキシコ出身。メキシコ、アメリカ、スイスで腕を振るい、その後、日本、エジプト、アメリカなどでエグゼクティブシェフや総料理長を歴任。いずれもロビー会にあるゴードン・ラムゼー・アット・コンラット東京をリニューアルし2013年8月1日にオープンした。ゴードン・ラムゼー・アット・コンラット東京の料理長に着任後、 ミシュラン一つ星を受賞し続けた前田真也は引き続き料理長を務める。店名はフレンチにとらわれない調理技法で芸術的な料理を提供するモダンフレンチを標榜することから様々な要素をコラージュしてゲストに感動を提供しようというコンセプトに基づいている。ミシュランガイド東京、横浜、湘南2014にて一つ星を獲得。 カジュアルな雰囲気の中で朝食からランチ、ディナーを味わえるオールデイダイニング。店内が青の色調で統一されたレストラン。個室が3室あり、はまり急温指庭園や春海方面のパノラマビューを楽しめる。料理長はアルバートエイ,イシン。料理はモダンチャイニーズというフレンチの要素が入ったカント東ン料理。店内には3500本のワインセラーがある。 料理長は2010年から稲葉正信。和食の伝統的な料理に現代的なスタイルを掛け合わせた日本料理店。レストランは3セクションに分かれており、それぞれ鉄板焼き、寿司、懐石がある。感動するような美味しさではなく、毎日食べても飽きない自然な食べ慣れた美味しさを目標としている。壁一面のピクチャーウィンドウから、ハマリ急音指定園を眼下に望める。 ホテル唯一のバーラウンジ。昼はアフタヌーンティー、夜はカクテル等が楽しめる。2層吹き抜けの窓からは東京湾が望める。ホテル内のスパフィットネス施設。主にホテル29階に位置し、総面積は1400平方メートル。ヒノキ風呂が設置された水着ルーム等のトリートメントルーム充室、ジャグジー、サウナ、スチームルームなどの温浴施設。 フィットネスジム、エアロビクススタジオ、屋内プール等で構成される。25メートルの屋内プールも、墨絵をデザインモチーフとし、7メートルの高さの窓からは、シティビューが広がる。フィットネス施設と同様、会員と宿泊客のみ利用できる。宿泊すると、王冠をかぶった白いアヒルの人形と、チリめの生地で作られたオリジナルの愛らしい、コンラッドベアがもらえる。 ターンダウンサービス後に、ベアが、ベッドの上で、そっと宿泊客を待っている。アロマセラピーアソシエーツ、上海ン、タラスミスから選べる。ありがとうございます。